やったです。あの時の悪魔、下着泥棒はやっぱりあなたのいたずらだったのですね。いや、プラナを邪魔した天使、それにあの時の人間ですか。お前らがボケーっとしてくれていたおかげで、いたずら課題成功のスタンプもたまりやすかったです。しかもクラナは新たなしもべまで手に入れたですし。ヒヒヒ、そうですよね人間。はい、クラナ様、私はクラナ様の忠実なしもべです。ないですよ。こいつが着替え出したのはクラナが悪魔の槍を刺す前ですし。放題、私今とっても開放的な気分。これも悪魔様、クラナ様のおかげなの。もう悪魔ハンターなんてどうでもいいわ。邪魔者の悪魔ハンターを操っちゃうなんて、クラナはいたずらの天才です。じゃあ、あとは任せたです。しもべ、クラナは次のいたずらに行ってくるです。お任せください、クラナ様。放題、いえ、クラナ様に逆らうクズ虫を私が始末しておきます。違うわ、放題。私はクロナ様のおかげで目が覚めたのよ。愚かな放題、私が可愛がってあげる。お忘れですか、フィールドを張ってもシノブ様にはフェロモンショットが効かないのです。その鈴から天使の力と同質のパワーを感じます。おそらく悪魔ハンターのアイテムです。忍様が普段から身につけていたその鈴ならば、ガーディアンに防がれることなくダークパワーを相殺できるかもしれません。まずは忍様の要求をのみ、油断を誘いましょう。その気持ち悪いね、クズ虫。私に何か用なの？いいわ、クズ虫。あなたって最低。最低で最高よ。さあ、何をしてもらおうかしら。主人が足を出したなら犬のやることはわかるわね。殺されたいの？そこ違う。ダメ犬。殺されたいの？あ、そこ違う。犬が主人に逆らうの？そこ違う。ダメ犬。あ、犬が主人に逆らうの？あ、こっちが。あ、犬が主人に逆らうの？ちゃんとやりなさいよ。そこ違う。ダメ犬。殺されたいの？あ、犬が主人に逆らうの？すごくよかったわ。ご褒美をあげなくちゃね。なかなか良かったわ。ご褒美をあげる。最低な踏み心地の玄関マットね。耐えてるの？それで耐えてるのかしら。なんて無様な格好なの。へえ、耐えたんだ。
マッサージでもしてもらおうかしら。使えない犬ね。犬が主人に逆らうの？そこ違う。そこ違う。ダメ犬。いい感じよ。使えない犬ね。こっちが、犬が主人に逆らうの？使えない犬ね。こっちが、犬が主人に逆らうの？舐めなさい。まあ、あなたならこんなものなのかもね。なかなかの忠犬ぶりじゃない。ご褒美をあげなくちゃね。ご主人様に踏まれて喜んでるの？変態な犬ね。耐えてるの？それで耐えてるのかしら。腰をくねらせてるんじゃないわよ、このクズ虫。少しは根性あるじゃない。さあ、忠誠を誓いなさい。使えない犬ね。そこ違う。ダメ犬。肩が凝ったわ。もいい感じ。犬が主人に逆らうの？違う。殺されたいの？犬が主人に逆らうの？殺されたいの？犬が主人に逆らうの？肩が凝ったわ。揉みなさい。なんでここまで使えないのよ。あなたって最高。さあ、足を開きなさい。あなたのそれ、いつまで持つかしら。何？ぐにゃぐにゃじゃない。惨めな犬。でもそこがいいの。まあ、よく耐えたと褒めてあげるわ。あなたは最高のクズ虫よ。自分のクズさを誇りなさい。いいわ、ゾクゾクしてきた。最高に背徳的でいい気分よ。あら、生意気な犬だこと。でもいいわ、私を楽しませてくれた褒美よ。行ってごらんなさい。あれ、私、私、確か、おとりになろうと思って着替えてて。あ、しまった。鈴、外しちゃってた。着替え、あれ？ちょっと、私、こんな格好で。いやー！許さない。あの悪魔！見たでしょう。もう嫌死んでやる。話をそらしましたね。
ううん、違うの。これは魔除けの鈴。悪魔ハンターとしての力、法力を高めるためのもの。私の法力はすごく弱いから、これがないと悪魔の姿すら見ることができないの。かっこ悪いよね、私。マヤはこんなものなくても悪魔を退治できるっていうのに。ごめん、ホダイ。やっぱりちょっと心の整理つきそうにないし、しばらく一人にしてもらえないかしら。それとありがとう、正気に戻してくれて。どうやら忍様はご自身の力が弱いことに少なからずコンプレックスを抱いているようですね。私もエリート天使として将来を嘱望されてきた身、努力が結果につながらないことの歯がゆさはわかるつもりです。宝大様、忍様からはああ言われましたが、やはりここは追いかけましょう。私も天使学校の勉強がうまくいかず、一人で塞ぎ込みたくなることは今まで山ほどありました。でもそんな時はいつも私の先輩が無理やりにでも外に連れ出して私のことを励ましてくれました。破天荒で無茶苦茶でサバゲー好きで、正直本当に励ましてるのか時々疑問に思う先輩でしたけど、先輩がいてくれて私は今でも感謝しています。だから忍様も同じだと思うんです。はい、それでこそ宝大様です。忍様を探しに出発しましょう。